中央タクシー株式会社は長野県長野市に本拠地を置くタクシー事業者である。CS の徹底をはじめとして他社と協調しない運賃値下げ、芸者料金撤廃やそのためのタクシー事業共同組合脱退による駅町から電話予約中心の営業への移行など特徴的な施策を打ち出しタクシー業界の異端児と呼ばれる。タクシー事業以外にも運転代行、 空港や東京ディズニーリゾートへの乗り合いタクシー、介護タクシー、貸切バスなどの事業を行う。近年ではさらに業界発という旅行事業やレンタカー事業にも進出しているほか、長野駅前で長野第一ホテルを運営する株式会社小妻屋も参加に収めている。小型車小型車ジャンボタクシー長野営業所エリアのみの営業である。運賃は 同蓄載加減の初乗り670円、事後312メートルにつき100円で5000円を超えた分は半額となる。2008年9月からは小型車を順次プレミオに車両の入れ替えを行っている。東京ディズニーリゾートへの便についてはディズニーの商標を使えなかったため、イニーの表記で宣伝し話題となった。キャンピングカーやマイクロバスを取り扱っていたことも、 あったが、現在の取扱者種は普通乗用車とトヨタハイエースである。ありがとうございます。